岡田音6月2日から2001年4月26日は昭和期の図書館学者。第3代の帝国図書館長である。宮城県仙台市出身。1928年に東京帝国大学文学部社会学科を卒業後、帝国図書館に入る。当時、帝国図書館館長であった松本貴一から信任を受けて、後に死者の長である司書館に任じられた。 太平洋戦争終結直後の1945年11月13日に松本が休止したため、1946年5月13日に岡田が公認の帝国図書館長となる。だが、1947年12月に帝国図書館は国立図書館と解消されて、将来的には新設の国立国会図書館と統合されることとなった。このため、岡田は、 最後の帝国図書館長となった。さらに翌年には、岡田自身が新設の国立国会図書館の受入れ整理局長に任じられた。1965年に図書館短期大学学長に就任し、1969年に東洋大学教授兼図書館長に就任し、1975年に鶴見大学教授兼図書館長に就任した。 国立国会図書館、図書館研究シリーズ中の論文で、古来いずれの国でも、愛書殺像傷と言われる人の数は多く、それ、無知書家たちの集めたコレクションというものは、隅々まで心が配られ注意が行き届いていて、誠に絵がたいものである。しかもこのような収書は、その一冊一冊を分離してしまえば、単独には差し出る内容的価値も、市場的価値も呼ばないものであるが、 これを集大成した一つのコレクションとして見るとき、そこに得がたい価値が生ずるものである、と述べている。息子の岡田康氏は図書館情報学者であり、鶴見大学名誉教授である。ありがとうございます。